おはようございます。画家の小木曽です。第172回の鬼高評価を始めたいと思います。この鬼高評価というのは鬼滅の刃というアニメーションが流行っていたので、その鬼というのをなんとか引っ掛けて、ちっちゃくバズらんかなと思って、172回もやってますが、一個もバズらない企画でございますが、一般の皆様の作品を見ていこうと思います。今週は4枚、先週と同じぐらいかなと思います。で、初めての方、遠慮なく送ってください。下の方の概要欄という、こうタイトルをバッとクリックすると、そこになんか出てきて、これ見てくださいっていうのが出てきますので、それ見て送ってください。また私が、こう、実際に、審査に携わることもありますので、こういう企画、これチャンスですよ、なかなかね。40号というサイズやから、そんなに大きくも、まあ大きいですけど、皆さんにとっては。でも、ないので、まあ、S ということがマックスと書いてあるから、まあ、僕やったら S で行くかな、 S40 で行くかな、3点までって書いてたけど、まあ、2点ぐらいでいいかなっていう感じがしますけど、1点でもいいかもしれませんけども、ぜひ出されてみてください。さあ行きましょう。こちらの作品からいきます。映ってますかね。こちらの作品ですね。鬼高評お願いします。3回目です。東京都東久留米という都会の中の田舎の風景。あ、僕その辺住んでた記憶ある。だから所沢におったから東久留米で近いですよね。朝の散歩道にある不動明王ですと。江戸時代に厄除け退散祈願で建立されたものですと。右に一丁、左に桜の木があって四季それぞれ美しいのですが、夏の緑の時期の生命力に、も大好きですと。緑、あふれ朝の光の中の風景を描きたかったのですが、爽やかがなかなか出ませんでした。爽やかがなかなか出ませんでしたか。桜の木の幹の面白さも出したかったのですが、今一つできませんでした。好評よろしくお願いしますと。油絵3年目なんかすごいいいとこですね。これ奥の方の景色、多分なんかこう何もないんですかね。なんかすごいこう面白いとこに、ですね、どこボコッと立ってるんですね。なんか、こう自分でこうおっしゃられている通りで、なんか桜の木も、イチョウの木も、なんか、ね、どっちやろなっていう感じが、こう、もう3つがこう、本当に同じぐらいの言葉の発し方をしてしまっているんで、構成としてはなかなか難しい構図かなとは思うんですが、まあでもできやんこともないし、僕もこれやったらできるかなと。だから不動明王の上にポコッとこう生えとる木みたいなのが、またこれも一つのこう主役になりかねないようなところがあって、結局こう結構どっちつかずどこつかずになってしまうような構図ですよね。なんかこう難しい。でもそこまでこうまとまっていない気はしないことはないんですが、どっちかというと一応僕やったらもうちょっと高くするかなと。高くすることによって木と木があることによって真ん中の不動明王または奥のその木で、奥の木とかをもうちょっと慎重に描いてあげるかなという気はいたします。でもすごく絵の具の油絵の具の良さみたいな、厚くゴテゴテと乗せていってるとこなんていうのは悪くないと思うんで、ほんと一応ちょっと上の方まで分断してしまうぐらいの、ちょこっと頑張って伸ばされて、こっから加湿して伸ばしてみたら多分絵が激変すると思いますよ。ちょっとこう勇気いるかもしれませんが、僕らこのイチョウの木の高さ知らないので、ね、もうあと1年後とかぐらいになったら、もう少し高なるでしょうから、2年後ぐらいかな。なんかそういうぐらいの、創意工夫があっても面白いのかなという気がいたしますよ。頑張ってください。次の作品いきます。こちらの作品です。こちらは面白いです。カモメですね。台風一過の日本海は、加賀市の御前前岬、のことです。磯が荒れると石鯛など大物が翌々日に行きましたが、大波と鳥の大群で竿を下ろすどころではありませんでした。75歳です。当時を思い描いてみました。よろしくお願いいたしますと。あ、まあ昔のことを思いながら描いたのか。へえ、面白いですね。あ、
ザバーっと来てるのに、そこに何ですか、石鯛などの大物がザバーっと乗っかってきてるのをこうカモメが狙うということなんですか。よくわかりませんが、すごい僕釣りやったことないから、なかなかダイナミックな構図でいいですよね。面白いですね。これ悪くないんじゃないですか。なんか空の面積と波の海の面積の比率なんていうのがなかなか面白くて、波のこう軸とこうあのカモメのこう斜め線と波のなんか斜め線がちょうどこう X みたいになっていて、なかなかこれは面白い構図。相田誠さんのなんかこうゼロ線かなんか飛んでる絵、ちょっと著作権であれ出せないですけど、こうビューっとなってる絵があって、X 状になってる絵がある。ぜひ皆さんネットで調べてみてください。なんかそれを思わすような、なんかすごいこう大胆な構図、かつ絵の具の大胆さみたいなのがすごく生き生きしていていいんじゃないかなと思いますよ。まあカモメをもうちょっと、僕やったらこの数これぐらい描くんやったら、もう一歩大事に慎重に描いてあげるかなと。なんかこう頑張ったものとそうでないもののなんか差が激しいように見えるのは僕だけかな。下の方にある4匹ぐらい頑張ってはるのになとか、上の方にちょっと1匹だけこう形変えてこう斜めに飛んでるのがあるんですけど、なんかあとはなんか結構惰性で描いてるように僕には見えてしまって、うわもったいないなと。後ろの空の色といい、こうなんか台風によって雲がスワーッと流れていくような、こう速いスピード感のある雲みたいなのと、波のダイナミックさと、ね、カモメがわわわって飛んでる中でも、なんか特に僕やったらこれ白い波の中のカモメさんというのをもうちょっと大事に、そこをちょっと強調してあげて書いてあげた方が、これ多分カモメと波を書いて、波もこう隙間、カモメの隙間から書いてはると思うんですけど、なんかそこのところがもう一回僕やったら白かなんかザバーと波書いて、その上から一生懸命そこの部分だけのグググググッと押し込んであげたりすると、要は白い上にある黒さみたいなっていうのでより強調されてくるじゃないですか。そこのところは特にもう慎重にかつ大胆にかつ一生懸命書いてあげたら、多分格段と良くなったのになという気がいたしますね。面白い構図ですごくいいですよ。ナイスアイディアですよ。頑張ってくださいね。はい、次の作品いきます。こちらです。この方面白いね。こんにちはと。今年前半、新州コロナ疎開中、山の絵で2回、雲で1回、そうね、公表していただきました。ちょっと感触が良くて嬉しかったですが、日本、顔は撃沈、街は断念。残念でしたね。帰宅、僕は全然ね、残念でしたねって感じですけど。帰宅駐車後、8、9、10、11、毎日1日1枚描くぞ。うわ、いいな、もうそんな時間あるんですね。自然の風景を100枚ほど描きました。30枚ぐらいでいいんじゃないですかね。今回の絵は、1年間にじゃあ365枚描くとなると、10年で3650枚、10年20年で7000、ご家族がお金かかりすぎるわよって多分言うと思うんで、3日に1枚程度にされてはどうでしょうか。今回の絵は南アルプスの最深部の沢を降りてって、行ってって、尾根に上がって、稜線の上に完全に、清廉な空気の中、朝日に照らされるクレイジーな登山隊の記録画です。強烈な高気圧に覆われて、乾燥した空気の朝の山が、なんていうんだかな、スキーと見えることがありますと。朝日は三原色のバランスが崩れていて、独特の色が踊りますということだそうですよ。いやー、俺一人絶対いらんと思うけどな。いや、わかりますよ。スナップ。いや、僕が言いたいのは、まあ、もちろんいいんですよ。スタートとしては皆さん、こう、ね、ご趣味でやられたらいいんですけど、これぐらい時間あって、これぐらい格やったら、もっと上目指したらいいのに、じゃあそのプライベート感みたいなのは、僕絶対必要ないと思うんですけど、絶対買う人ってこの4人の中の1人じゃないですか。それ以外の可能性をもう全部打ち消してしまってるような感じがあるというか、スナップ写真でよくねえかっていう感じが僕なんかしてしまうんで、せっかくやったらその今後ろの後半の方にこの山々の凄さ、三原色の色を、バランスが崩れて独特の色が踊りますと、
これだけ豊かな表現で言葉で言っているのに、この三原色を覆すようなこのブルーとか紫とかイエイみたいなポーズが邪魔して邪魔してしゃあない気するんで、これ僕だけかな。もしその本当に上を目指していきたいと思われるんやったら、僕は数をもう少し絞り込んだ方が、ちょっと過去の見てみたんですよ。お上手や。山めっちゃ上手やね。なんでこんなことしてはんのかなと思って。山上手や。で、もうほんとスナップ写真やったらスナップ記録用。まあその時間やったら俺やったら、もうちょっと集中してやるかな。もう後ろの山々の色とかすごい、本当にそこに現地に滞在していた、ね、岩もすごいいいですし、筆の使い方によってこう、下の方のこう、低いこうね、あの草か木か分かりませんけどがもういいですし、なんでイエイなんやろなっていうのがいらん、全然これ隠したらイエイやのになと思ってしまうのは僕だけですか。あ、視聴者の皆さんコメントいただければと思います。鬼ですね。なんか本当にこう、うん、なんか絞り込んで厳選してこれやって100枚書いたうちの中でよし20枚絞ってみようとか、 あと1ヶ月間でこうしようとね、多分撃沈したのはそこちゃうかなと思いますよ。次の作品こちらです。おお、この方もちょっと過去の見直してみたんですが、この方も相当出してますよね。でもこの方、まあ、なんか僕よく卒業お疲れ様でしたっていうことはあるんですけども、そういう方は申し訳ないですけど、こうあんまりこうチャレンジしてないんですけど、この方ね結構チャレンジしてたんですよ。昔のとかから見ていくと、お上手になってもいくけども、なんか画材に関しても実はチャレンジし続けてるから卒業っていうのを言わないんですね。あのメキシコの4人兄弟はもう無事卒業して今元気になって、今あれかな、22、3歳かなぐらいになって、もう本当にこう地元の方で頑張って働いてる、一人は公務員の、なんかすごくこうあの平面的に描いていて、すごくこう色使いも良くて、こうすごくいい作品ですよ。僕はこれすごい綺麗、あのいいなと。アクリルかな、アクリル絵の具ですね。秋、読むの忘れてたな。ベニヤアクリル絵の具、透明水彩も併用していると。山の中に1本だけ綺麗な紅葉した木があって、目が釘付けになり描いてみたくなりました。好評よろしくお願いします。もうそれすごい伝わってきますよね、他の色との響き合い。このなんかこう青系の色がすごい綺麗やから、この赤系っていうのがすごくこうあの生きているんやなと。本当にこう色彩を豊かに、で白いこの木々の線みたいなのもすごく構成として、うっさ男、朝6時15分です今実は、うっさ男叫んでます。がすごくこう響き合って、ほとんど文句つけようのないと、じゃないかなと思うんですけどね。まあ僕が何を言うならば、この赤い木もちょっと丁寧に描けばよかったのにな。赤い木、それで見える、もちろん見せば他のオレンジも綺麗で、色として響き合って、うわ、木々の枝が白が見えてくるから、なおかつ、ふわーっと見てって、うわ、綺麗、赤、それで寄ってみたときに、あれっていうふうに、もったいないなっていうのが僕が見えてきてしまったんですよ。色はいいと思います。だからこの木々と同じぐらいの気持ち、いやそれ以上の気持ちで何かどう描くかなっていうのを、もしかして例えばもう一回こうなんか黄色かなんかで覆ったり、緑かなんかで覆ったりして、もう一回こうどうにかして赤を、もうなんか赤をもうちょっとモデリング盛り上げといて、また上から塗ってそこから削り出してやるとか、なんか本当にここの局部だけでももっともっとこだわって見た時に、うわー、ああそうこうなっとったんやっていうぐらいまで持っていけたら、より人をこう魅了するようなものになっていくと思います。上にチラチラと見えてる空なんかもなんかそんな悪くないなと。まあ、私だったら思い切って生の白ぐらい行ってみるかなっていう、なんかこう画面で綺麗に響き合いそうな気がするんで、まあその辺はちょっとさ、多分それぞれのこう好みとかやと思いますんで、ちょっとそういうチャレンジもしてみてください。はい、次の作品こちらです。ね、だいぶ鬼好評もなんかね、家で録画できるようになってきたら、だいぶ体も楽になってきましたよ。なかなか夜緊張感持ってあれしてたんですけども、なんか YouTube ばっか見てるチビがおるんで、
こちらの作品なんですけどね、これすごいこう素敵な作品ですね。どうでしょうか。あ、136回に続き2度目の出品です。一時復活と知り嬉しくなって構図と光に迷い頓挫していたものを何とか仕上げました。いろんなモチーフ、我が家の猫とか、あ、桂浜岩を合わせて描いたものですと。影や光の具合が分からなくなりましたと。先生の動画でグレーズを知り初めてやってみました。何度も描き直しましたが納得いかずです。しかしながら今の自分の精一杯ですと。公表するに値しないようであればバッサリ切って。そんなことは全然ない。ものすごい公表するに値するぐらいの、いい作品ですよね。あの猫と地平線のこう距離感みたいなのは出てて、特に暗い猫とのなんかもあるし、こう右側の太陽に近い方の猫もちゃんと逆光感が出ているんですが、これ水平線の位置が猫の暗い方の猫、左側の猫の肩のところに乗っかっててとか、これがねもう本当に1センチ下でよかったとか、1センチ下にするともしかして猫の首のところに来たかもしれん。でちょっとだけ猫のボケってあれかな、背中を5ミリちょっと持ち上げるかなっていうことをするだけで、あのそのなんかちょっとした微妙な違和感が解消されます。ちょっとした違和感って何やろうってなると、その同じところにすんごく大事なものがブボーンと来てて、水平線が来ててブボーンと、ブボンって何や、どういうこっちゃ。でそれが被ってしまってるのがものすごいもったいないなという気がします。よーかけてるねこれ。なんか空とかも、あのまあ機会があれば水平線に沈む夕日っていうのを僕もなんか何度もこういろいろ見ていて、やっぱこうその時もう絵描きの病気でしょうね。この湿度このぐらい、気温この季節こう、あそれで雲の量このぐらいとか、あ風こんなもん、あだからこんな風に沈んでいくんやとか、なんとなく自分でそういうのを頭の中でこう考えながら見ていってるんですね。でそれが癖になってて、なんかそういうこうことによってできる水平線ってどんなになるかなとかっていうのとかをちょっとだけ日頃から観察するようにしてみたりすると、もっともっと絵に深みが出てくると思うし、多分そういう目を持つと、あのいろんな見え方、多分これやったら多分光の設定で猫とか光が逆やったらこうかなあかな、その部分はやっているはずなんですけど、もっともっといろんなことに興味持つと多分絵のクオリティがぐわーっと上がっていくと思いますんで、すごくいい作品なんで、もっともっとこう頑張っていったらもっと良くなりますよ。必ずこの人は良くなるような気配がプンプンとします。なぜなら私と同じ、私を見ての通り、あの謙虚じゃないですかね。この方謙虚ですもんね。あの謙虚っていいことですよね、いくつの方が知りませんがね。この間テレビぼーっと見てたら、あこの作品ですぎね、ぼーっと見てたらマツコデラックスさんとかがやっぱ年取ると謙虚じゃなくなると、わがままになるのよねって言ってて、確かに。まあ、僕ちょいちょい動画の中で言ってますけど、70前後の男性が超わがままっていうのが僕の中でこの YouTube をやりながら感じているんですが、いかがですか。ご視聴者の女性の方、または75歳以上の方、逆に60以下の方、どうですか。めっちゃ元気なんでしょうね、あの世代って。多分まあうちの親父おふくろの世代なんですけど、特に男性が多分体力あり余ってて、定年して5年ぐらい経ってて、これからよし俺やったるぜっていうので、でも最短距離を走ろうとしてるのか。はい、わが、はい、雑談ひどかったですね。僕の感想だね、バブルも見てきた人たちやからなんかあるんやろうなと。私たちバブルを、あこの作品はですね、初めて送らせていただきます。初めて人に送るために描くです。趣味で1年ほど前から絵を描き始めました。今回の絵もそれまで描いた絵もうまい、いいじゃんとなどと言われてありがたくは思っているのですが、先生の目から見ていかがでしょうか。本作は私の動画、あ犬描いたやつありましたね、を参考に描かせていただきましたということで、これは画材は描いていないかな、水彩画なのかなっていう感じかな。アクリルっぽい雰囲気もありますよね。お上手はお上手かなと思いますよ。だから自分自身が次のステージどこ行きたいかによって、だいぶこう僕のこう語り口調も変わってくる。まあ、プロになりたいと思うやったら、もっともっとこうしたらああしたらっていうのが出てくると思うんですけども、
自分自身がもうもっとこれで食うていきたいんやとか、もう本当にこういろんな人から依頼が来るぐらいになりたいんやとかによって変わってくると思うんですけど、これ例えばすごい可愛らしくて、すごくこう多分技術的にというか、そんなこう達者ではないんですが、すごくこう絵の具の表情とかをつけることに対しても臆せずできていて、悪くないと思うんですけども、自分の本当にこう個性とかオリジナリティみたいなものを追求していった時に、ちょっとこうなんていうか、その辺が明確ではないから、見ていて例えばこう写実的に描きたいのか、まあ、色彩的に描きたいのか、イラスト的に描きたいのか、平面的に描きたいのか、まあ、そのあたりとかが自分の中でこう精査できていないっていう感じがすごい見受けられるんで、ただ多分写真かなんかで描いたっていうだけに見えてしまっている。だからちょっとその辺をまず自分の指針とか方向みたいなものを定めてみることからスタートした方がいいと思います。プロから見たらまだ食えるレベルではないです、もちろんね。だからその辺を定めていくと、自分がどういうふうな努力をしていこうかなっていうことが明確になっていくんじゃないかなというふうに思います。すみません、具体的にはあんまりあれはできませんでしたが、次の作品はこちらです。雑談多すぎますね。朝一で鼻水が出てきました。ペンネーム、信貞さん、20歳、いつも動画拝見してます。鬼好評に初めて出しますと。この作品は、ニルバーナというロックバンドからインスピレーションを受けた作品で、デジタルで描いています。まだ修行中で、ニルバーナのパンク的な激しい感じは出ていませんが、彼らの重く歪んだ感じに力点を当てて作りましたと。自分は密な作品が作れない、細かい作品ってことかな。20歳の子、作りたくもないので、簡素な作品を作っていますが、愚かなでいいのかな、疎開の層って何て読むんだろう、愚かな作品でいかに威力を出すかのアドバイスなどいただけると幸いです。お、難しい難しい質問やな。面白いですね。こういう、まあ言うたらシンプルにでも迫力があるということを言いたいんやろうね、この言葉から言うと。難しいな。どこやろうな。メディアのあり方をちょっと考えてみてもいいのかな。例えばこの方やったら、もう私は密な作品は描けない、ある程度こうデジタルでも絞っていくということで、多分考えているんですけど、こうデジタルの歴史を少し、全然話変わりますけども、例えば、1995年前後っていうのはニルバーナのこうカート・コバーンが亡くなった年って確かその辺でしょ。94年とか結構今思えばすごい激変で、そのなんとか宗教団体とかがなんか事件を起こすのもその前後だったりするんですけども、世紀末と呼ばれる時代 でその時にアマゾンとか、そういう会社が創立されていたりするんですね。で、もう本当に Windows95 っていう名前で爆発的に売れて、じゃあその時に一番初めにデジタルのフル CG アニメーションでできたアニメ映画っていうのがトイストーリーなんですよ。で、トイストーリーに関しては2、3、4、5いっぱい出てますけど、で、その頃の、まあ、ちょっと前前後にもう一つすごい爆発的に売れた映画があるんですけど、あれですよ。タイタニックって。見たことあります？20歳のお兄ちゃんは。わからんけども、ニルバーナは、ね、カート・コバーンがそう自殺したのが俺浪人中やったか、多分95年とか4年やったと思うんですけど、自殺とか言ったかな、まあいいや。亡くなったのがその年なんですけども、その前後の、例えば、タイタニックであるとか、その、今から15年後ぐらいに、アバターって映画があったりして。で、そのデジタルとかの、なんていうか、ものって、実は一瞬、ブワーッとなるけど、案外長期的に見ると、新しいものにこう、ずっと変えられていってるようなイメージがあるんですね、私の中では。だから今なんかAmazon プライムで、よしタイタニックを見ようっていう若い人ってあんまおらんけど、若い人がセックスピストルズ聞くぞとか、ニルバーナ聞くぞっていうのはあったりするじゃないですか。いや、じゃあもうもっともっと掘り下げて、ドローリングストーンズ聞こうとか、ビートルズ聞こうとかっていう風にこう掘り下げていくような、音楽とか芸術って意外と僕はあると思うんですよ。で、何が言いたいかって、デジタルでもう絶対にこれやっていくってこう決めてるんやったら、その辺を掘り下げていかんといかんというか、じゃあ私の作品が普遍的になっていくのにはどうしたらいいか、
っていうことを考えていった時に、多分それは絵画とか音楽とか芸術とかっていうのも相互関係でずっと考えていく必要性があって、この作品に関してすごい悪いとも思わないけど、今20歳の子が学習することっていうのはもちろんこういうことをやっていくことも大事、描きながらどんどんやっていくことも大事ですけども、例えば写真と絵画のすごくこう融合的なことを図った作家さんで、ゲルハルト・リヒターっていう人、ドイツの作家さんいるんですけども、ゲルハルト・リヒターっていう、その本で写真論っていう本やって、僕も20歳ぐらいの時読んだんですけど、あんまり頭に入ってないんで覚えてないですけど、でそういうこう写真と絵画についての関係とかっていうのとかがあって、でそういう実はもう大まかには実はやられていると。だから最新のデジタルですっていうことをやっても、実は尾っぽとしてその歴史がくっついているんですね。でそのことを頭に入れながら作品を作っていくということを頑張ってほしいと言いたいとごめん何言いたいか分からんけど、いやこれに関してすごい悪いとも思わんけど、じゃあこれが10年後にすごい目新しいものだってなるか、ちょっとなかなかこれ難しいかもしれないから、そこのところ同時並行して勉強していけばいいんじゃないかなと思います。特にリヒターかな、一度見てみて勉強してみたら、なんとなくこうちょっと通じるものがあるんちゃう。僕が浪人時代ぐらいからずっともう大スターやから、多分その本当にそのカート・コバーンとかの時代、をちょっと感じられることができるんじゃないでしょうか。ちょっとやばい長くなってくる。次の作品こちらです。9枚あったかな。これね、写真ね、多分この方はあれかな、もしかして80歳の方でね、もしかしてガラケーの画像かな、ちょっと画像が悪いんでね、もう難しいけど、アクリル絵の具ですと18×24cm のキャンバス、鬼好評を初めて、また送ってくださいね。なんか言いてないかななんか近くにいるご家族かお孫さんかお友達か、なんかね、写真かなんか代わりに送りますとかできたりですね。春に描いた絵ですが、先生の動画でグレーズを教えていただきました。うわ嬉しいな。油絵の具でグレーズしてみましたが、うまくいきませんでした。アクリル画のグレーズはやはりメディウムを使ってアクリル絵の具でした方がいいのでしょうか。チューリップは大好きな花の一つですと。特に花瓶に挿してしばらく花が垂れ下がってきた感じが好きなので、最近は品種改良とかで、枯れるまで直立不動のチューリップに出会うことがあり、あ確かにそうか、何か寂しく思います。あ逆に枯れるっていく、ゆっくりっていくのが好きやっていうことですね。確かにそれすごいいいですね。なんかずーっとこのままって枯れた瞬間にボコってなるのが多くなってきたけど、いやこれがこうなんか風情があるっていうことですよね。あー素敵なことですね。何か寂しく思います。そういえば昔あったあの背の高いひまわりもめったに、あ確かにめっちゃくちゃ高かったですよね昔ひまわりって。でもなんか最近なんで低いんですかね。でめっちゃくちゃでかいのもありましたよね。はあ、ほら、さっきの二十歳の子聞いた意味わからんでしょ。確かに僕もそれはわかる。めちゃくちゃ高くてビヨーンってなってるやつありましたね。お花はあまり改良しないでほしいと思う子。確かにそうですね。素敵なコメントと素敵な作品をありがとうございます。こういう画像で見る限りはめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。ちょっとまあもちろん細かいディティールが見えないので、特にガラス瓶の輪郭、物の輪郭の出し方みたいなのもいいですし、何かこう本当花がわーっとこう、僕もなんか好きなんですよ。なんか満開の桜よりも葉桜が好きやったりとか、なんかこうちょっとその変わりいく瞬間みたいなのが面白かったりするんで、私とちょっと気が合うかもしれませんね。いつかお茶でもしましょうね。できないと思いますが、なかなかねお会いできないのですみません、アホなこと言ってますけど、すっごい構成もいいです。こう広がっていく感じからなんか打ちに行く感じ、両方のすごくこう動線、このコンポジションとかすごいいいです。技術的な部分で言うとちょっと読めないんですけど、これちょっと書いてある、油絵の具でグレーズしてみましたが、これアクリル画なんですよね。でアクリル画でもし油絵の具でグレーズをするとなると、最後にやる分にはいいです。でその上からアクリルは描けないです。だからアクリルでグレーズをしたいならば、グロスポリマーメディウムっていうのか、ジェルメディウムっていう、まあ、基本的に内容は同じです。グロスポリマーメディウムもジェルメディウムも、だからまあ例えばジェルメディウムに水かなんか足すとグロスポリマーメディウム的な感じになります。要は柔らかいのがグロスポリマーメディウム、硬いのがジェルメディウム、
でそれが白っぽいんですけど、それに絵の具をちょんちょんと混ぜて、グレーズということができます。多分僕の、ライブ配信の東京芸大に受かった方法で素敵なのがこの1ヶ月以内でやっていて、でそれでそれをお見せしているので、よかったらそれも見てみてください。それでグレーズ、アクリルがやったらアクリルだけでやっていった方がいいかなと。油でやるなら、途中から油でやるならもうそれが最後の仕事としてやられてみると、だいたいうまくいくかなと思います。でアクリル絵の具の場合ってどうしてもでも乾きが早いからグレーズちょっと難しいかもしれませんが、ぜひやられて、やばい30分だった。次の作品こちらです。これもね、78歳の方、わーすごいね。鬼好評2回目の出品です。残り少ない人生だからと口加減せずっていうこと、辛口をお願いしますと、優しく言わんといてくれってこと、100歳まで描くつもりですっていうことですか。あんま言うことなくて、これ見た時にうわーすげーと思ってちょっと感動したぐらいですよ。いい作品じゃないですか。何がダメなんですか。サインもいいですし、この台座もいいし、背景のこのグラデーションが逆グラデーションになってるの僕すごいいいなと思ったんですよ。下から上に暗くなっているところなんかもいいですし、この白っぽい花がもうちょっと大きくてもいいのちゃうかなっていう、なんかちょっとこう余白に対して持て余しているかなっていう感じがして、でも逆になんかさっきほどのチューリップと比較すると、逆に真ん中にシュッとこう収めているところなんていうのもすごくいいなと思います。立体感を出さずに平面的に徹底的に描いていくっていうのは僕悪くないと思うんで、多分これそういう感じで平面的に油彩で描いていってるパターンですよね。だから誰がいいのかな、ちょっとパッと名前が最近まで来てらっしゃる名前が出てこなかったくなったんであれですけど、例えばもう開き直って東郷誠司さんとかぐらいの見て、なんかこう一個一個の塗りがすごいグラデーションとか、まあちょっとこう立体的に描いてるやつとかもあるんですけども、ちょっとこうそういうのとかも参考にされていくと、なんか自分の活路が見えてくるのかなと。でこの絵、前の絵どんな絵かは覚えてないですけど、ちょっと動きのある構成みたいなのを作られていった方がいいかもしれませんよね。今だとどうしても垂直水平運動でポンっていうだけやけど、ちょっとこうなんかこう動きをつけていくとか、少し瓶の位置を少しずらしてみて、それによって瓶の位置から花の位置がこうちょっとずれてきてとかっていう画面の動きみたいなのを少し気をつけてあげると、もっともっと仕事は良くなっていくんちゃうかなというふうな気がしますよ。全然もっともっと上いけると思います。ぜひ頑張って、まあ、生物をたくさん描いて一気張るのかどうか分かりませんけども、生物画のなんかいい作家さんをぜひ探し出して、参考になるような作家さんを探していかれたらいいんじゃないかなと思います。全く真逆の作家さんを例えば見ることもいいかもしれません。逆に陰影法、キアロスクール陰影法とか明暗法というのを使いつつ、これやったらそのもうカラッとしてるわけですよね。逆にこうふわーっとした空気感、誰やろな、シャルダンとかね、シャルダンとかっていうのも面白いかもしれませんし、逆にすごく平面的で、もっと仕事をミニマルにしていってる、少なくしていってる作家さんで、モランディっていう作家さんいますよね。でそういう作家さん、生物学科の中でも自分とちょっとタイプの違うものから、じゃあなぜこの人はちょっと空気感を漂わすような絵を、まあその時代性もあるんですけど描くのか。モランディなんか、まあ、近現代の人で、もうすごくこう最小限にしていってる。この方はどっちかというとモチーフをグググーっと書き込んでるけど、逆のパターンっていうのもあっても面白い。でそういうのを参考にしながらしていくと、まだまだ勉強することが増えてきますので、ぜひ頑張ってください。さよなら。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってでます。よろしくね。よろしくね。